野焼き背景が似合う男、どうも日立のシミです。はい、これカルメタですね。カルメタの季節がねついにやってきたというわけでございます。ただですね、この12月の霞水系カルメタやるんですけども、ネックウォーマー合わせてちょっとねだいぶ下げぽよなんですけども、まあねしょうがない、ユーマズメもうそろそろ始まると思うんで、カルメタでバシッと一発ちょっと一本釣れればと思いますんで、やってみたいと思います。野焼きが似合うね俺本当に。よしやろう。よし、16時19分もうやばいね。ちょっと余裕ぶっくしいだな。早く始めないと。さあ、カルメタちゃん、スーパー浅いレンジで実は釣ってます。しゃ、来た。いきなりかよ。おい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 、マジで生まれた生まれたマジかよ。いや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 、出た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 。え、そんなマジで、あ、やりやりつってやりでしょこれ完全に。何何何何これ、なんかカルメタやべえやべえだろこれ。マジっすか兄さん、おみさん、おめでとうございます。やり、いや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 、マジでカルメタ、どうですか皆さん、カルメタの脅威やばいでしょ。ほんと、いててててて、すごいんだから本当に。カルメタこんな口ちょっと赤くなり始めてるけど、それがねいいんですよ。カルメタ開幕してます。皆さんカルメタ始まってますよ。これ16分の3オーバーライド、これねめちゃんこ使いやすいから、トモッチがねこの編み出したカルメタめちゃくちゃ釣れるんで、でねなくさないんでね、これまたあのすごい浅いレンジで使うんで、ぐるぐるぐってぐってなるんでね、ぜひカルメタやってください。もう霞水系最高に楽しいし最高に釣れるんで、でなくさねえっていうね、なく沈めすぎちゃうとなくなっちゃうんで、沈めないところでやる、それがカルメタ、それがカルメタなんでね。いやいやいや、ありがとうございます。やり、スーパー浅いレンジで実は釣ってます。しゃ、来た。いきなりかよ。おい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 、マジで生まれた生まれたマジかよ。いや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 、出た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 。いやいやいや、すごいよ、すごすぎるよ。軽いメタルバイブやばいだろ、秒速で釣れちまうよマジで。いやー、トモッチはほんとすげえな、編み出したなこりゃマジで。しかもこれなくならねえすからね、マジで。ほんとになくなるレンジまで落とさないんで、こんな感じなんで、このねえ、そしたらもうムニッと食っちゃうね、ムニッとね。でこうね、こうやってるじゃないですか、上からね、徐々に上から徐々にレンジを下げていくんですけど、ちょっと次移動しようかなってなった時にこうやってダメなんですよね。こうこういう風に水の中でこう横移動させちゃいけないんですよ。一回ちゃんと上げて、でまたこうプリ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 ガオプリプリガオってこういう風にやってあげる、これがねすごいいいらしいの、ぜひそういう風に絡めてやってくださいね。すごいですから、見たでしょ、あんなもすぐ釣れちゃうんだから。こんなん上下してるだけね、これだけですよ、これだけ。恐ろしいや、軽いメタルバイブ恐ろしいや、軽めたすごいよすごいよマジで。この12月の霞水系で驚異的な超過を編み出すぜよ。いや、まあね、貝にはまるのは
しょうがない。これね、貝。貝はね、これどうしようもねえんですよ、これ。なんかね、下がっちゃうんですよね。貝って。貝になりたいっつって。すげえ、もうめちゃんこ簡単や、これ。世界一簡単な釣りなんじゃねえか、これ。ほんとに。みんな絶対やった方がいい、これ。冬のバス釣り変わるよ、これ。イメージ。全然。デスレイクって何って感じだよね。はい、お疲れ様でした。というわけで軽いメタルバイブ、軽メタ、ちょっとね、もう今まだね4時43分で、多分実質釣りしてる時間に20分あるないぐらいで、まあ1本というわけだったんですけども、本当はね、もっとこうガッと行って釣りしたいんですけど、ちょっとあの暗くなっちゃうとエンディング取れなくなっちゃうんで、本当はもっとやりたいけど、今回はここで終わりということで、実際はね、多分もうちょっとチャンス時間あると思うんで、もーってやってればもう1本ぐらいね、多分釣れると思うんですよ。それぐらい軽メタっていうのはね、めちゃくちゃあのスピーディーに釣れて、っていうか釣れる確率がすんごい高いんで、で、根がからない、もうね、メタルバイブなのに根がからないってもう革命的ですよね。だから今年の冬1個でメタルバイブを乗り、メタルバイブ1個で乗り切れるっていう、そういう釣り方、使い方なんですよ。なんでぜひね、まあ霞水系ならずとも、なんかテトラとかあるところとかでね、ちょっとやってもらえれば、もしかしたら霞みたいに釣れるんじゃないかなみたいな思うんですけども、でまあその軽めたおすすめがやっぱりオーバーライトで16分の3から8分の1、こんぐらいも軽いやつで、8分の1ぐらいになってくるとスピニングで、16.3ぐらいになってくるとベイトフィネスと、でラインは俺は8ポンド使ってでやったんですけど、まあほんとね、もう見たでしょ、魔法のように釣れますから、本当にすごいんですよ。もうこうやって上下にしてるだけで、もうリールとか動かさない、もうただ上下に動かしてるだけでバンと食ってしまう、魔法のようにブラックバスが食ってしまう。12月なのに、冬なのに、霞水系をデスレイクとは言わせない、そういう情報になりつつあるかもしれない。というかもう絶対今年の冬ね、この軽メタ絶対ねやった方がいいと思うんですよ。本当にね、騙されたと思って、本当中層とか表層をね、軽いメタルバイブでこう上下にするって、あのなんかこう感触もあんまりないし、ブルブルしてる感触もないし、釣れるまでは本当に釣れんのかよって思うけど、釣った瞬間もうこれしか釣れねえみたいな、そういうマインドになっちゃう可能性もある、そんぐらい中毒性ある釣りですので、ぜひねチャレンジしてみてください。めちゃんこおもろいん で、朝まずめ、夕まずめ、ね、寒い時期のテトラタイ軽いメタルバイブ、オーバーライト16分の3から8分の1、こちらぜひやってもらえると思います。で今回使ったタックルはデイズのベイトフィネス 68L とアルデバランベイトフィネスで、ラインが8ポンドフロート、フラッと来て、あーなんかさ、あー釣りて、あー釣りてよ冬っていう時はぜひまずめ、軽いメタルバイブ、軽メタでぜひやってもらえればと思います。結構ね、魔法のように魚がふーんとこうね、ムニふーんって上がってきちゃう、ぜひ試してみてください。というわけで今回は軽めた夕まずめ長考でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。やばいっしょマジで、釣れるんですから本当に、ねえ、スーパー浅いレンジで実は釣ってます。しゃ、来た、いきなりかよ、おい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 、マジで生まれた、生まれたマジかよ。
いや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 、出た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 、え